ぜひヒードーヨーロッパへ旅行してみてください。バルト諸語、リトアニア語、ラトビア語、ラトビア語、エストニア語は旧大陸の魅力的な地域の歴史と文化への手法を提供する言語タイムカプセルのようなものです。それぞれに独自の歴史とサウンドがあり、ひとまとめにされてもそれぞれが独自の言語体験を提供します。行かないでもっと話すから。こんにちは、コンスタンティーノ・デミゲルです。プライムグループのブログへようこそ。リトアニア語は2080万人が話しているバルト3言語の中かで最も古く、その歴史は源氏時代にまでおりあります。ここはインドヨーロッパ語祖の生きた博物館のようなもので、他の言語ではすでに使われてしまった文法構造や単語も保存されています。イナツの割と様々な実質を持つこの単語は表へ外れたメロディーとリズムを持っている。その魅力はほとんど音楽的で、2周目クイーンとアクセントのある群旅が心に残る、ほとんど伝染するような詩を与えている。Visi žmonės gimsta laisvi ir lygus savo orumu ir teisėmis. Jiems suteiktas protas ir sąžinė, ir jie turi elgtis vienas kito atžvilgiu kaip broliai. Sve ての人は生まれながらにして自由であり、死と権力を平等に与えられている。彼らは剣と調味料を与えられ、兄弟として他のあらゆる形容詞を身につけなければならない。ラトビア語は180万人が話しています。この言語は歴史を通じてゲルマン語、スラブ語、スカンジナビア語の影響を吸収してきました。何世紀にもわたってラトビアの領土は様々な帝国の支配下にあり、その言語にはこの多様な過去が反応されています。ラトビア語にはノガツの歌があり、文法構造もインドヨーロッパ語を反応している。しかし音韻が独特で、他の言語にはない奇妙な有母音などがある。ヨーロッピアンだ。エストニア人。人口わずか110万人のこの言語には、隣邻諸国、特にフィンランド人との絡み合った歴史がある。他の通つのバルト主語とは異なり、エストニア語はフィンハンガリ語族に愚します。何十歳にもわたって、エストニア語はスウェーデン語、デンマーク語、ロシア語の影響を強く受けており、言語の進化はこれらの接触を反映しています。14の名目上の割と狭小構造を備えたその文法は、音声と同じぐらい独特であり、一連の小目具銀と短幕銀、そしてフィンランド語に似た源流を持ちます。実際ほとんど同じように聞こえるのです。Jumal pühib ära iga pisara nende silmist ning surma ei ole enam ega leinamist ega kisendamist ning valu ei ole enam sest endine on möödunud。これらのバルト主語には抵抗と回復力の歴史があると言わなければなりません。ソ連占領中、彼らはロシア化政策に直面したが、文化運動と文学運動が彼らを存続させるのに役立った。特にウア・エストニアで重要な意義を果たし、有名な鍵名、つまり1990年から1991年にかけてソビエト連邦からの独立を達成するのに貢献した音楽及び文化運動で最高潮に達しました。最近これらの言語はルネッサンスを経験しました。教育、文学、音楽、メディアの分野でバルト諸語を保存し促進する取り組みが行われています。 EU 加盟によってこれらの言語の地位は強化され、地域社会にはこれらの言語を存続させようという強い決意がある。若者たちは英語や他のヨーロッパ言語とともに、これらの言語を学び、世界との流暢なコミュニケーションを確保している。バルト三国の言語は単なるコミュニケーション手段ではなく、豊かな歴史、文化、そしてバルト三国のユニークなアイデンティティを反応する独特の仕向きを担っています。その複雑で死に起動する歴史、親しみやすくもエキゾチックな仕向き、複雑な文法構造により、
これら3つのバルト言語は魅力的な研究対象であり、旅行者や言語学者を魅了し続けるヨーロッパ地域への入り口となっている。リトアニア語、ラトビア語、エストニア語というバルト3国の言語の豊かさと多様性を皆さんと分かち合えたことを嬉しく思います。いいねをありがとう。チャンネル登録とコメント、ご視聴ありがとうございました。また後で